最小の努力で最短で背中を引き締めます。皆さんこんにちは、ダイエット専門トレーナーゆきこです。近年の防椎学の研究報告によると、メインで動いている筋肉と逆側の筋肉を休憩時間に緩めると、メインの筋肉のトレーニング効果が上がるということが分かっています。今回もその内容を取り入れた効果的なプログラムです。ちょっと普段行っている筋トレの流れと違いますので、早速一緒に行っていきましょう。それではまず準備運動から始めましょう。四つ這いから始めます。肩の真下に手を置いて、腰の真下に膝を置きます。足は腰幅。吸う息で背骨を気持ちよく反らし、吐く息で体を丸く山を作っていきます。この動きを繰り返していきましょう。呼吸は自然に行います。体の動きを良くすることで筋トレの効果は高まります。気持ちのいい範囲で行うことで体は緩みますので、無理をしない程度に行っていきましょう。次に猫の伸びのポーズを行っていきます。手を前に歩かせて背骨を反らせていきます。胸の前を気持ちよく伸ばして、次の背筋のトレーニング効果を上げていきましょう。体が硬い方は無理をせず、できる範囲で体を床に向いて下ろします。そのままキープをして筋肉を伸ばしていきましょう。鼻から吸って、口から気持ちよく吐いてを繰り返していきます。準備運動が終わったら、四つ這いから体を少し起こし、うつ伏せに入っていきます。うつ伏せになっていただいて、おでこの下に手を重ねます。体はまっすぐに、腹筋の力で背中を反らしすぎないように整えます。吐く息で体を持ち上げて、脊柱起立筋、背筋をよく使っていきましょう。吸う息でゆっくりと戻す。ドスンと落ちないように、力を抜かないように筋トレを行っていきます。吸いながら下ろす。吐いて体を持ち上げる。体の中心にある背骨の筋肉を使っていることを意識してみます。それでは次のエクササイズに移ります。次はプルダウンを寝て行っていきます。吐く息で肘をぎゅっとお尻の方に近づけて、肩甲骨を動かしていきます。吸う息で手を伸ばし、吐く息で肘を縮める。肩甲骨が動いていることを確認しながら行ってみてください。呼吸は止めないように行っていきます。腹筋の力で体幹を支えたまま、腰を反りすぎないように気をつけてみましょう。体を起こして、次は肩甲骨をぎゅっと寄せて、肘を床に押して体を持ち上げます。お尻はついたままでも大丈夫です。見た目よりかなり力のいるトレーニングになりますので、できる範囲で体を起こしてみてください。首の前が痛い方は少し顎を引いても大丈夫です。吐く息で体を持ち上げる。吸う息で下ろすを繰り返していきます。それでは次は休憩のストレッチに入っていきます。くるっと横向きになっていただいて、両足を揃えて胸の前を開いて、小指は天井に向けておきます。そのまま気持ちのいい呼吸を繰り返して、胸の前を伸ばしていきましょう。手は斜め上ぐらいに置いておきます。上半身はねじっても、下半身はねじらないように気をつけてみてください。次は逆側の方に入っていきます。同じように体をねじっていきますが、上半身はねじっても、下半身はそのままキープしておきましょう。斜め上ぐらいに小指を天井に向けて、胸の前を気持ちよく伸ばしていきます。呼吸を深く行いながら、胸の前をストレッチしていきましょう。もう少し伸ばします。
それではゆっくりと体を起こしていただいて、またうつ伏せに戻ります。それでは次スイミングいきましょう。右手と左足を同時に上げて、今度は左手と右足を同時に上げて、交互に動いていきます。その間背筋で体を保ち続けます。呼吸は短い呼吸を繰り返していきましょう。短い呼吸をすることでトレーニングはリズムよく行うことができます。ではゆっくりと体を下ろして、今度はクールダウンの変形を行っていきます。肘を深く下げた後にそのまま手を後ろに持っていって、もう少し肩甲骨をギュッと寄せて広背筋を使っていきます。吸う息で伸ばす、吐く息で手を後ろに、腹筋の力で腰を反りすぎないように行っていきます。吸って伸ばす、吐いて手を後ろ、繰り返していきましょう。それでは最後のエクササイズ、背中の筋肉を使って体を持ち上げていきましょう。吐く息で体を持ち上げる、吸う息で下ろす。ほんの少しついたらまた起き上がっていきます。肩甲骨を真ん中に寄せるイメージで体を持ち上げていきます。できない方は無理をしない範囲で持ち上げようとするだけでも OK です。呼吸を止めないように行っていきます。ゆっくりと体を起こしたら、最後座ったままでロールアップをしていきます。使った背骨をストレッチ、腰から順番に体を起こします。お疲れ様でした。背中のトレーニングしてみていかがでしたでしょうか。ちょっと普段の流れとは違うので戸惑った方もいるかと思いますが、筋肉を使うことと緩めること、緩める時にも有効活用することで最短で結果を出すことができますので、ぜひ継続して行ってみてください。今回のトレーニングの後も疲労回復を早くするためにはマッサージやフォームローラーを使うのが有効です。早く疲労を取ることでトレーニングの頻度を上げることができ、結果的にメリハリのあるボディに早く近づけます。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。